だ。あれあれ、やばいな。そらじゃらじゃ。全体が思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋るコンクレーツ。うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。無限まやかしとは、映画、ドラマ、漫画、小説などのフィクション、つまり作り話、まやかしを無限に貪り続けている私たち2人が無限にそれらを考察して、感想して、喋っていくラジオ番組でございます。と、はい、いうことで、第2回でございますけれども、はい、何ですか？ワンピースです。ワンピース。ワンピースってあの、服のワンピースじゃないですよ。ね、あの少年ジャンプで連載してる、はい、漫画のワンピース、はい、はい。女性用のね。服の方じゃないと、はい、いうことで、ワンピースっていうとね、今まあ何巻ぐらいですか、4、5巻ぐらいですか、103巻です。そんな出てるんだ。はい。うわあ、ちょっと、え、何？ちょっと今からは無理です先生。あ、だから大島さんはワンピースには触れてないということですか？はい、触れました。触れた。35巻ぐらいまで読んだと思います。それはいつ頃の話ですか？2011年ぐらいかな。2011年、10年前ぐらいですか？10年前ぐらい。大学入った時とか、2012年ぐらいかな。それはなんで読んだんですか？なんか友達がドサッとかしてくれたのかな。もうそれも定かではない。定かではない。で、一気に読んだけど、はいはいはい、まあ、あんまり覚えてないですね。まあ、今回は、はい、読んだけど、はい、途中でやめました。はい。ワンピース、よく名前は聞くけど知らない。うん。すごい長い漫画とは知ってる、うん、くらいの人に向けて、うん、今、うん、ワンピースを読んでほしい、うん、私が、はい、ゼロから、はい、ワンピースに出てくる用語を極力使わずに、うん、ワンピースの第一巻を買ってもらう、そういう回にしたいと思ってます。あのゆっくり喋りすぎて怖いです。だからもうちょっと早く喋っていいでしょ。本気度が伝わってくるでしょ。本気すぎるでしょ。本気なんですよこれは。はい、まあ、僕も読んだけど、はい、まあほぼほぼ覚えてないし、はいはいはい、こんなこと言ったらもう大変なことになるかもしれないですけど、はい、ゾロとサンジ、はい、これ今絵並べられて、はい、どっちがどっちか当てられるかちょっと怪しいくらいですね。でも30なんか空島編まで読んだらしいんですよ僕は。人に言わせれば、はいはいはい、全く記憶にないですが、まあそうですよ、あの36巻あたりって言ったら空島編までですから。そうですよね、大体、はい、そこでやめたと思うんだよな、はい、コビーとかね覚えてますね。ああそうですか。アルビダとか覚えてますね、はい、1巻とかですね。1巻か、はい、1巻とかですね。でちなみにアルビダの再登場はあの11巻ですね。なんかそれも聞いたことあるな、はい、その後しばらくしてからまた出てきますけど、まあそれを置いておきましょうか。はい、はい、ちょっとやめましょう。あの今回はそういう、うん、もうゾロとかサンジとかも知らなくてもいいです。あ、そうなの？もう知らなくてもいい、はい、もう知らない状態の人がワンピースを読みたくなるように、はい、うん、できるだけ話します。そういう、まあ、入門の入門というか入門の入門ですよ。はい、だからまず、うん、今何が起きているかということを説明します。大海賊時代じゃないんですか？あの大海賊時代もそうなんですけども、うん、まず置いておいて、うん、なぜ今ワンピースの話をするのか。あ、そう、なんか世の中的にあのすごい熱くなってるというか、それを感じるわけですよね。そう、今ね2022年の8月でございますけれども、はい、異常にあれみたいな。そうですよね。なんか新連載がアニメ化されて初映画化ですかみたいな。そうですよね、ぐらいの感じなんですよ。だから勢いとしてね、今現在ワンピースフィルムレッドというのが公開されています。されてますね。でも映画のせいだけではない感じしませんか？あのね、映画の前から盛り上がってるんですよ。でしょ。で毎週僕すごい夜更かしなんですけど、はい、あの月曜にね日付を超えるとね、はい、ツイッターにねなんかトレンドに上がってくるんです。そうですね。なんか本誌とか、はい、そうです。今週のワンピとか、はい、がねなんかね上がってくるんです。はい、そんなこと今まであんまなかったんですよ。そうですよね。ただねここ半年ぐらい異常に熱い。はい、これが本当にもう、うん、ずっとなんですよ。そうなんだ。あのワンピースファンからしたら、うん、ここ5年くらい、あれ今が一番面白い。
今読めっていうのをずっと言い続けてる状態、最高を更新し続けてるな、はいはい、みたいな状態。なるほど。何が起きているのかと、うん、で今なんでこんなようなムーブメントになっているのかっていうのを、はい、ワンピースというに出てくる単語を使わずに説明します。今のところ全く使ってないですよね、はい、そうですよね、はい、うん、なんでこんなに盛り上がってるのって話ですよね、うん、まずあの一言でまず言うと、はいはいはい、あのお宝はあったんだってことです。一つなぎのワンピース、はい、まあ、ワンピースという物語は、うん、そもそも海賊の話です。海賊の話です。はい。で海賊王ゴールドロジャーというのがいまして、昔ね、そうそうそう、はい、昔いたんです、うん、でその人がこうあの首を切られる瞬間に、うん、処刑される瞬間に、うん、その財宝を、うん、自分の財宝欲しけりゃくれてやると、うん、探せ、この世のすべてをそこに置いてきたという。あ、この世のすべてをそこに置いてきたってそのセリフなんだ。そうです。そこから知らなかったですよね。はい、大丈夫ですよ。知ってるはずなんだけどな。いいですよ、いいですよ、いいです。一巻に出てきますよね、そこは、ね。一巻に出てきます。はいはいはい、で、ここから世は大海賊時代となって、はい、みんながそれを探すと。そう。で、主人公は、ひょんなことからゴムゴムの実という、うん、あの、体がゴムのようにビヨーンと伸びてしまう実を食べたルフィが、うん、ワンピースを探し出して、うん、海賊王になるっていうところから始まる物語なんですね。ワンピースっていうのがそのゴールドロジャーという伝説の海賊がどこかに隠したという一つなぎの秘宝、はい、そうです。一つなぎの秘宝と書いて振り仮名でワンピースですね。ワンピースですね。それがタイトルになっている、はい、ということですね。これになぞらえて、うん、我々ファンは、うん、そういう気持ちなんですよ。今ワンピースはあったんだっていう。え、ない可能性があったんですか。それはどういうことか説明します。まずこのワンピースという漫画なんですけれども、はい、103巻もあって、うん、この10巻20巻で何が起こってるかというと、はい、序盤の、うん、それこそ1巻とかのレベルから散りばめられた伏線が、うん、怒涛のように回収されてるんです。なんかそれは聞いてんのよ。これはどういうことかと、はい、もうそのワンピースってそもそも冒険のお話なんですね、うん、そうですね、はい、でいろんなこうワクワクするやっぱ少年漫画ですから、はい、いろんなワクワクするような島とかが出てきて、はいはい、いろんなところを冒険するっていう話なんですけれども、はい、ここになんかねチラチラと謎のようなものが出てくるんですよ。その宝を探し求めてく途中で寄る島とかっていうことですね。そうそうそう、そういう島で手がかりのような、そうそうそう、ワンピースの手がかりだったり、うん、果てはこの世界についての、うん、なんか手がかりだったりとか、あ、要はその世界地図とか、そうそうそう、GPS とか人工衛星とかはまだない時代という、すみません、ここの説明してませんでしたね、感じですよね。そうなんですよ。世界観としては中世の大航海時代のような世界観で、その科学的なものとかはあんまり出てこないっていう時代だから、本当に果たして世界がどんな形をしてるのかっていうのはわからないファンタジーの世界ですよね。まあまあまあ一言で言っちゃえばそんな感じなんですけども、地球が丸いかどうかとかも正直わかんない世界っていう感じですか。まあ、一応丸いですよ。一応地球一応あの構造も分かってるんですけど、うん、あ、そうなんだ。一応最初から。ただそれもこれから裏切られるかもしれないんですが、いや、あの何が言いたいかというと、何が言いたいかというとですよ、うんうん、あの、なんであったんだっていう表現をしたかというと、そう、それ、それ。あの、これね、うん、伏線めいたものがいっぱいあるんだけど、うん、あまりに回収されないから、うん、あの、本当に回収されんのかっていうくらいに、うん、のレベルだったんです。不安があった。ちょっと不安になるくらい。っていうかそれよりも、うん、こんなことをした漫画過去にないから、うん、だって100巻続いた漫画って、うん、ゴルゴ13とか、まあ、あのこち亀とかこち亀とかですよね、うん、思いつきますよね、初めの一歩とか、はい、クッキングパパとかですよね、うん、なんか一話完結っぽいけど徐々にステップアップしていくみたいな話が多いですよね、うん、基本的に一話完結のものがそういうものであって、あと現実の話ですよね大体ね、はい、そう、うん、ドカベンとか ね、うん、まさか100巻分の話を最初の方から頭に描いてるわけないだろうと思っちゃいそうじゃないですか。いや確かにね、いやそうなんですよ ね、ドカベンの序盤にスーパースターズ編の伏線とかないですか、ね、ないでしょ、うん、そうそうそう、そういうことじゃ、だから大体行き当たりばったりですからね、そうあのそう、そういうこと、そういうこと、そう、行き当たりばったりって思いがちじゃないですか、うん、でもそのこれはなんで、うん、じゃあそういうお宝があるんじゃないかとみんなが思ってたかというと、うん、これね、あの作者が結構言ってるんですよ。あ、小田裕一郎先生がそうどこで言ってるんですか。これはね、うん、あのちょこちょこ出てくる、例えば単行本におまけのように書いてある、はい、あの SBS というコーナーがあって、はい、僕はまあ一言で言うと作者とあの読者の交流コーナーみたいな、あの話の間にあるやつですか。そうそうそう、なんか合間合間に読者からの質問があって、
それに作者が答えてくれるみたいなコーナーをずっとやってるんですけども、はいはい、あとはいろんなその媒体のインタビューとかで言ってるんですけど、まずはだから僕が記憶してる限りの小田さんの発言を言うと、はい、まずワンピースはそもそも5年くらいで終わらせるつもりだった、うん、おいおいおい、そうなの？それがあまりにもその要は書きたいものが増えすぎちゃって、うん、収まらない、うん、なんなら本当は長くても100巻では終わらせるつもりだったんだけど、あ、じゃあもう超えてるんだ。そうで、うん、小田さんはとにかく子供たちに読んでほしいと思ってるし、うん、できるだけ多くの人に読んでほしいから、うん、100巻以上になるとさすがにきついだろうっていう気持ちはずっとあって、うん、だから小田さんってずっとこう今回も実はちょっと前に90巻まで無料で読めるキャンペーンとかやってたりとか、やってました。そう、あとは、うん、その100巻までの内容なんかこうおさらいできる内容の書籍とかも結構出てきてるんですよ。そんな形でとにかく小田さんの中では、うん、おそらく最初の方の段階から、うん、全部の絵は見えてて、うん、それをもうなぞってるというか、うん、感覚に近いというのはなんとなくニュアンスであったんですよ。まあちょっと匂わせてるというか、ね、そうそうそう、だからちょいちょい出てくる思わせぶりな発言、先生、うん、の時から読み始めてるんですけれども、うんうんうん、最初に一番思わせぶりなので出てきたのは、うん、プルトンはどこにあるっていう発言なんですけど、プルトン、はい、わかんないでしょ。わかんない、読んでてもわかんないですよ。プルトンわかんない。その話の中に出てくるんですか。話の中に出てくるんですけど、はい、急に出てくるんですよ、うん、このプルトンっていう単語を、うん、僕は小学校の時に読んで、はい、でこの年になって、うん、29歳になってやっと回収されようとしてるんですよ。ちょっときついなぁ。いやだからきついって言わないで、でもその子供たちって言ったってね、はい、その始まった時に読み始めた人たちもうすぐ40ぐらいですよ、はいはい、子供たちじゃないから。だからここがポイントなんですけどちょっと聞いて、まず聞いてくれ、うん、聞いてほしいで、はい、もうじゃあちょっとこれを言いつつも、はい、だから多分小田さんの中で本当に全部できてて、じゃあその、うん、最初の1年ぐらいは5年ぐらいで終わらせるペースで書いてたわけじゃないですか。ペースでって見えるけど、うん、全然そんなことなかったと思う。じゃあその膨らみ方がエグかったってことですか。膨らみ方がエグいんですよ。でそれで言うと、はい、もう一つじゃあ、うん、先まで見えてたんじゃないかと分かるところの一つが、はい、アニメ版ともやっぱりいろいろこうなんか連動して考えるところあるらしいんですね。なるほど。こうアニメもだから僕がは12巻が発売された段階で読んだんですけれども、最初にね、そう、その頃にアニメが始まったんです。おお、あ、そうなんだ。そう、だから単行本の11巻が出た段階あたりからアニメが始まってるんですけれども、実はアニメスタッフっていうのは音楽も作るわけじゃないですか、うん、このワンピースという作品の中にキーになる曲が出てくるんですね、うん、リンクスの酒という歌なんですけど、知らなかった。まあまあまあいいんですよ、はい、いいんですよ、いいんです、いいんです、はい、音楽が出て、これをアニメの制作してる時に、うん、小田さんっていつか出すから、うん、この曲作っといてくれませんかって言って、うん、あらかじめ歌詞渡して作ってもらって、うん、本編で出たのを7年後、うん、おい、でもそれって7年前からもうやるってことが明確に決まってるってこと。まあ、確定してないとね、発注しないですもんね。発注しないでしょ、うん、っていうこととか、あともう一個が小田さんはとにかく、うん、ワンピースは最終章が、うん、うんこ漏らすほど面白いって言ってるんですよ、うん、もうこれが一番僕が信用してるというか、これに縛られてるところ。なるほど。だからまあ始まった時は、うん、子供だからうんこ漏らしちゃってた人が、うん、もう大人になってそのお酒とかでうんこ漏らす、うん、こう時代になってるっていうことですよね。違いますどんなボケだ違うんだよ。でもちょっともうそこはね、現実的にはもうそうなんだ。そこはでもね、茶化されたくない。違うんですよ、茶化さないで。もうこれはそのうんことか言い出したのは小田先生、ね、小田先生だから小田先生は少年の心を持ってる方だから。で最近になって同じ百巻仲間としてコナンの作者の青山剛昌先生との対談があったんですね。やってた、ジャンプとサンデーでやってましたね、はい、でこのインタビューももちろん読んだんですけど、それでも小田先生言ってるんですけども、うん、僕は最終章が一番面白い漫画を描きたかったんだって言ってました。あ、シリスボミじゃなくてね。そうだから、うん、ワンピースが今一番盛り上がってる理由の一つが、うん、本当の本当の最終章がこれから始まるんです。始まった予感がするとかじゃなくて、始まるって。まだ始まってないよ。始まっ
りますって、いや始まってますよ、うん、始まってるんですけど、うん、ちゃんと作者が明言したんです。こっからは最終章、これはもう先週号、先々週号あたり、あ、そんな最近なんだ。そう、最近なんですよ。あのずっと書きたかったって言ってた、うん、あのある部分が終わって、うん、最終章ですと。でこの予告みたいな形で作者がコメントを出してくださったんですけども、うん、ここにあのここまでが壮大な振りですと、うん、おい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 、本当に書きたかった最終章っていうのがここから始まりますと言ってるんですよ。その壮大な振りの部分っていうのは何をしてるんですか、はい、ずっと冒険してるの。これが面白いんですよ。うろうろしてるんですか。うろうろじゃない、冒険だから。これが面白いの、うん、あのもうじゃあここで、はい、あのそのもうね、話がどんなに長くなってもいいから、うん、あのここで ね、急にジャンプの同じ漫画のね、はい、ハンターハンターという漫画がありまして、ハンターハンター、はい、そこに出てくるジンフリークスというキャラクターがいて、もうこんなことも知らなくていいです、はい、知らなくていいから、はい、そこで出てくる名言をね、はい、引用しますよ、はい、本当に大切なものは欲しいものより先に来たっていう。本当に大切なものは欲しいものより先に来た、はい、まあ、一言で言うと、うん、はい、あの家庭が面白いってこと。あ、そういうことか。家庭が面白いものが本当に面白いものってこと。家庭が面白いのか、はい、家庭が面白いですよ。なるほど。まあでもこれが一つ、とにかく、はい、お宝はあったんだっていうのは、うん、ちょこちょこ、うん、なんかその伏線めいたものが見えてるんですよ、うん、で、うん、多くの人が、はい、これね、あのね、ワンピースファンとしてはトラウマワードなんですけど、はい、空島編でやめたわっていう言葉があるんです、うんうん、これあのワンピースファンに言ったら、うん、あの急に怒り狂ってあの殴りかかってくるんで。あ、だから私それらしいですよ、どうやら。あの 気をつけてください、ね、これそうなんだ。これあの本当にあの、ワンピースファンからの袋叩きにあるので。なんでですか、それ。これはなんでかっていうと、うん、ワンピースという作品は1巻から23巻までで大きな山場を迎えるんです、はい、1巻から23巻。そう、23巻、これあの23巻と聞いて何か思い出しませんか。え、23巻で完結した漫画があるんですよ。23巻で完結した漫画、はい、もうここ最近の超大ヒット作です。7とかですか。その7は完結してないし、完結する兆しも見えない。死の鳥とかですか。だからもうそんな完結してないね。完結してないし、ないね、もう完結はできない。そうです、ね、できないでしょ。そうです、ね、あのあれですよ、鬼滅の刃ですよ。23巻で終わったんだ。そうです。うわー、鬼滅も僕はわからないんですよ。もう置いといて、はい、とにかく鬼滅の刃という大ヒット作品が23巻で終わりましたね。 それと同じように、うん、ワンピースも23巻でもうぐわーっと盛り上がって、うん、そして素晴らしいね、このあのね、一つの物語の結末を迎えるんですよ、うん、いい感じに終わったんです、うん、その後始まったのが空島編というものなんですけども、はい、これが正直、うん、読んでいた当時は、うん、あれこれ、うん、なんか全く新しいこと始まっちゃったっていう風に見えたんです。デスノートでエルが死んだ時の後みたいな、ね、エルが死んだ時の、ちょっとデスノート読んでない人には申し訳ないけど、そのエルが死んだ後、うん、あの全然あの1ミリも出てこなかった知らないメロとニアっていう人が出てきて、ちっちゃいエルみたいなね、そうちっちゃいエルみたいなのが出てきて、そう新しいのが始まったようにとか、ブリーチのソウルソサエティ編終わった後とか、ね、ブリーチは分かるんだ。分かりますよ、ブリーチは分かる。逆に俺ブリーチ読んでない。あ、じゃあ逆にブリーチの回やります。ブリーチの回やりましょう。ちょっと今回はワンピースで、ワンピースで、ね、まあでもそのぐらいガラリと変わる時ありますよね、はい、漫画って。そうそうで、うん、よくこれが当時は、うん、あ、なんか一個山越えたから、うん、新しいこと始めたんだっていう、もうちょっと落ちてきたなぐらいの感じだった。雰囲気も正直あった。ああ、そうだ。だからこれが行き当たりばったりの漫画っぽいっていう風になっちゃったんですよ、うん、雰囲気。ただし、うん、やっぱり何か意味深なワードとかは出てくるから、うん、ワンピースファンの中では、うん、いつかこの点と点が線につながる瞬間が来るんだと、うん、でちゃんとやっぱりそのあんまりのその23巻までが、うん、めちゃくちゃ盛り上がったから、はい、盛り下がったように見えるだけで、うん、相変わらず面白いんですよ。空島編もね。そうそう、面白いんだから、うん、って言って追い続けていた。うん、で、それが、すべて無駄ではないと、うん。こう、行き当たりばったりで考えた話なんていうのは一話もない。すべてが必然であるっていうことが、うん、今ここに来て、うん、100巻にして、すべてが意味があったんだということが証明されようとしてるんですよ。じゃあ、その途中のその伏線っぽいなみたいな下りも、はい、やっぱり全部体感しないといけないんですか。
だからそのためにも、うん、やっぱ全部読んでほしい。全部読んでほしいんですか。全部読んだ方が面白い。で、これがこうお宝があったんだということです、はいはいはい、お宝があったんだそういうこと、うん、で、もう一つはもう一つ、やっともう一つ、はい、もう一つっていうか、うん、これが盛り上がってる理由の大きなところ、大きなところ、大きなところです、はい、で、この上でワンピース単に面白いからあのね、単純に面白いんだよ、うん、だってこんなこと言ってね、はい、全部読まなきゃかとか言ってるじゃないですか、うん、あの実はね、うん、ワンピースっていうのは結構細かく何々編って言って分けてあるんですよ。何巻ぐらいずつですか。大体11から13巻ずつくらいの区切りです。あ、10巻強ぐらいの感じ。そうですね、へー、はい、あのあ、そうなんだ。大体区切られてるんで、はい、その区切りで読んでいけば、はい、あの全然なんか怖いことはないというか。なるほど。でしかもその10冊ちょいくらいで、うん、一つの物語がピシッと完結するんです。あー、なるほど、うん、じゃあその例え合ってるかわかんないけど、はい、そのドラえもんの大長編とかをこう10個並べてるみたいな感じで、全部ちょっと通底する目標があるみたいな。そう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 、雰囲気で、それが、はい、ドラえもんは、はい、半永久的に続くものでしょ、はい、基本的に、はい、そういう前提で読むじゃないですか、はい、ワンピースは今になって、うん、これ全部団子の串が刺さってつながった話だったんだっていう、はい、このキャラクターたちがたまになんかちょっとあの大冒険をする長編をやるっていう雰囲気だったのに、はい、そうじゃねえ、なるほど、っていうのを体感するためには、うん、やっぱりもう10冊区切りでもいいんですよ、うん、あのこれね、あのウィキペディア見れば、うん、あの何巻から何巻までが何々編って書いてあって、あ、和の国とかね、そうそうそう、和の国っていう単語聞くでしょ、聞く、そうそう、これワンピース用語ですから、和の国、うん、和の国と空島を知ってる、うん、でも和の国編もなんだかんだの十数巻です。あ、そうなんだ、うん、実はそうなんですよ。へー、だからそれくらいだったらなんか読める気するじゃないですか。まあ確かに今週は頑張って和の国編を読もうみたいな。でもあのチェンソーマンって12冊で終わってますから、ね、あ、そうかそうか、え、終わったんですか。あ、一応あの第一部完結って形ですけど、ななの一応の完結って形になってる。だから、はい、ワンピースは区切れば十数冊でしたし、うん、意外にそれは確かにそう。だから全部読まなきゃいけないわけではないんですよ、はいはい、あのその全部読まないと面白さがわからないっていうわけじゃなくて、うん、一つ一つの十数冊が単純におもろいんですよ。完結、そう、仮完結してる話、まあ場所ごとなんですか、一応、そうそうそう、一応島とか、まあ、ガリバー旅行記じゃないけど、そうそうそう、どこどこの国とかどこどこの島とか、だからその桜島とか、そうそうそう、桜島は危ない、桜島は違う、実在の島じゃないけど、実在の島じゃないけど、まあ、まあ、各の島とか国とかにこう行ってく話、そうが10個ずつぐらい連なってる、そうそうそうあって、でそれらがそれぞれにあの一つ起承転結があって、うん、あの冒険があっ ってでどっかの島にいた時のキャラクターがこうまた出てきてみたいなとかもありますけど、はい、ありますけど、はい、あのね、でもね、あのね、はい、それは知らなくてもちゃんと面白いになってるの、そこもいいところ、その、うん、作品の中で見た目変わんないじゃないですか、ルフィとかあんまり。最初は子供だったけど、はいはい、その子供でしたの次の瞬間大人になったところから始まるじゃないですか、はいはいはい、あれって何年ぐらい経ってるんですか、今100巻まで通して。え、その現実の世界の中では意外と1年ぐらいしか経ってないのか。あ、でもあのそんな感じです。あのただ、そうなんだ、ある区切りであの突然あの1話で2年後に飛んだりしましたけど。ああ、そうなんだ。あ、まあでも そこは一旦置いといて、あの修行期間で2年後になってるんですけども、はいはいはい、まあでもほぼそんなに、まあ、時系列は変わんない、時系列は変わんない程度ですけど。なるほど。じゃあ、はい、体感的にはその一個の空島とか、うん、一個の和の国とか、はい、あと何ですか、代表的なその場所の、そうですね、ウォーターセブンとか、ウォーターセブンとか、そういうこととか、その一個の場所に滞在してるのっていうのは作品内の時間でいうともう本当に数日とか1週間とかみたいな感じなんですか。そうですね、感じですね。うわ、じゃあ全然時間は進んでないんだ。まあ時間は進んでないです。僕らが進んでるだけなんだ。そう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 。僕らが大人になってるって感じですけど、まあもう何が伝えたいかというと、はいはいはい、とにかくあの100巻って聞くと厳しそうに見えるけど、厳しいですわ。分けてみると、うん、そうでもないんですよ。なるほど。だから10冊ちょいくらいの別の漫画を、うん、あの読むような気持ちで、なるほど。あの自分のペースで、うん、そういう区切りを見つけて
あのそういう区切りはウィキにあるんで、なるほど、その区切りでちょっと例えばその漫画が読みたいって人は買ってみるなり、はい、なるほど、それこそなんかあの温泉温浴施設とか行くとワンピースずらって並んでるから、そうかそうか、そうそう、その子だけドサッと持ってくると、でも所詮は10冊程度ですから、はい、それを読んでいくと一人5冊までですよとか言って怒られたり怒られつつ、まあ、あるかもしれないけど、でも2回に分ければ10回に分ければ関係ねえとバカ野郎とバカ野郎と、もうめっちゃそういったのだからそれが嫌だったらピストルで殴ってとかそういう話じゃないから、はい、じゃないと、まあ、それをやってくれれば、はい、あの案外 ね、 あのね読みやすいと。そうか、漫画喫茶で、うん、まあ、3時間とかでその1個の島のやつは読めちゃったりするかもよみたいな、それ聞くとちょっと心楽になりました、うん、そうそうそう、で大体いつぐらいまでに追いつけばいいんですか、その大体いつくらいにって言いますよね、うん、その、完結するまあ3ヶ月ぐらい前ぐらいまでにはみんなと一緒になっておきたいじゃないですか、どうせなら。いやもうなのね、今もう遅い、もうギリギリ、遅くはない、遅くはない、ただとにかく完結するまでには読んでほしい。まあでも年内に完結しちゃうとかはないでしょ、それはないです。ただ、うん、2019年の段階で、うん、小田さんが、うん、あのフィッシャーズとのコラボ動画の中で、そんなのあるの、あと5年で終わります。おっと、じゃあもう、えだって20、21、22、23、24か、あ、再来年かと思うじゃないですか、はい、間違いなく終わらないです。あ、そうだな、じゃあちょっとまだ安心して、あのやっぱあのワンピースをずっと追ってきた身として、はい、そんなことはないはず、再来年に終わることが。言ってもっていうね。言ってもって、あのそんなんでその5年で終わらせたかったって言って、あの25年も続いてる漫画だから、まあ、確かに確かに、そうそうそう、それはまあ終わらないとは思いますが、うん、まあ時間をもらったと思って、はい、例えば月に10冊くらいのペースで読んでいけば、うん、まあ1年で読み切れるんですよ。どこ辺が一番おすすめですか？どこ辺でっていうと、うん、ちょっと難しいです。それは中間から読みたいっていう意味ですか？いや違います。あの例えばじゃあ70巻から80巻までの、北海道編が楽しいです。ああわかった。とかだったらそこまで頑張って読める。ああわかった。じゃあそれで言うと、はい、まず最初の山場が先ほども言ったように23巻です。はい、じゃあそこまではとりあえず頑張って読みましょう。なんならその23巻の至るまでの流れっていうのは12巻から始まります。おお。1巻から11巻までは仲間集め。うん。うんで12巻から23巻までっていうのが、うん、世に言うアラバスタ編と、アラバスタ編知ってる、聞いたことありますね、アラバスタ編、もうあのワンピースを読んだことある人は大体アラバスタ編が一番良かったって言っておいて、うん、その後読んでないっていう人が多くて、あのちょっとファンとしてはちょっといろいろとざわざわするところあるんですけど、アラバスタ編か、はい、だからまず23巻まで読んでみましょう。わかりました。これは鬼滅の刃が完結するまでですから、うん、大したことない、大したことない感じしますよね、うん、短かったって言われてましたもんね。そう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 、うん、あっという間に終わったっていう感じじゃないですか、うん、5年ぐらい、あ、6年ぐらい単行本で言うと、いや、もうなんなら4年くらいですよ、4年半とかあので、終わっちゃいましたね、あのあれ鬼滅は。でじゃあ23巻超えましたよね、うん、23巻超えた後にあのと実は、うん、今ワンピース面白いってこうやってあの話題になってるんですけども、はい、実は約10年前に同じくらいのムーブメントが起きてて、なんかあった気がする。それあの僕が29歳の僕が高校生の時なんですけど、うん、だから16、17、18、10年ちょい前ですよ、うんうん、にこれね、頂上戦争編というのがありまして、あ、ちょっと聞いたことない、これがね50巻あたりなんですよ、うん、50巻ちょいあったりとかあたりで、そうか、うん、この時はもうあのワンピース読んでなかったやつらが、うん、全員ジャンプ読んでて、うん、全員ジャンプ読んで今週やべえぞってずっと言ってた。そうか、ずっと言ってた。だから、うん、そのもうこの23巻と読めましたよね。23巻読めました、はい、としますよ、はいはいはい、1から23巻読めました、はいはい、これと同じ分量読むと10年前のとんでもないムーブメントと同じ体験できるんですよ。なるほど、これすごい、もうこれ、うん、あの、うん、ここについての内容を言及すると、うん、はい、あのちょっと、まあ、あのマニアックな話になってしまう、言わないんですけど、はい、まあ、じゃあそれはまた別の回でやりましょう。そう、ただ、はい、この頂上戦争編っていうその50巻あたりとかの話っていうのは、はいはい、ここでもう一度本当の本筋が進んだって言われたんですよ。本当の本筋がそこまで進んでなかったんですか？でも進んでなかったわけじゃなかったの。だからここがお宝はあったんだのポイントなんです。読まないと分かんないな。そうだから、はい、進んでる雰囲気はあったけど、うん、本当に進んでるのか、うん、それとも
行き当たりばったりだけど、なんとなくそれっぽいことを散りばめてるのかが分からなかった。え、それ分かんないのは、その一個一個の島とか国とか、アラバスタとかで、は何をやってるんですか？戦ってるんですか？ちゃんと戦ってるし、そこが面白い。その現地の人と戦ってるんですか？あのね、そこもね、読んでください。場合によるそれはそれで、ちょっと一旦置いといて。はい、その一旦置いといて。とにかく。その目先の戦いをしてるから、全体の話が見えないというか、進んでるのか分かんないことがある、それで言うと、23巻までの内容で、はい、これね、ちょっとね、誇張しすぎかもしれないけど、それこそ、鬼滅の刃の盛り上がりみたいな感のが感じたんですよ。23巻までね。23巻まで。だから、はい、鬼滅の刃だって23巻で、すごい盛り上がったわけじゃないですか。はいはい、というような感じで、うん、むしろ、本筋が終わったくらいの気持ちだったんですよ。あ、もう、解決するんじゃないかという。23巻までで。もう、お宝見つかるんじゃないかっていうのも、なんかすごく壮大な話をやってるし、うん、ドラマとしてもとても感動する話だから、23巻までで。でもそれを、毎回やられるんじゃねえのっていう、ちょっとした飽きみたいなのが、空島編であった。これが繰り返すのか、みたいな。そう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 。でも、蓋を開けてみたら、実はその23巻までの超絶盛り上がりっていうのは、序章に過ぎなかったっていう。ここからもっともっと大きくなるんだっていうのの、証明みたいなのが最初に起こったのが、その50巻あたりの頂上戦争だったんですよ。頂上戦争。そうそう。だから盛り上がったんです。で、そこまで読めたらね、50巻まで読めたんですよ。50巻まで読んだら、同じ量読むの簡単でしょ。そしたら今に至る。今に当たれるんですよ。でここまで言ってね、実はこの少年漫画ね、ロジックで全部つながってるんですよ。その伏線とかも行き当たりばったりじゃないし、はい、ちゃんと計算で作られてるっていうのが分かる。でこれは小田先生も明言してて、ロジックではない少年漫画、それこそなんか行き当たりばったりじゃないけど、強い敵が出てきたらさらなる強い敵が出てきたとか、理屈全無視でとにかく面白いことをやるっていうのは、筋肉マンとドラゴンボールで終わったと。まあなるほど、それ自体がジャンプ漫画っぽいそうみたいな言い方をされちゃいますよね。そうそうそう、最近では。でこれが逆に言うと頂点なんですよ。筋肉マンとドラゴンボールは頂点なんだと、これは超えられない、だから全部がロジックでつながってる漫画を描くしかない、描きたかったっていうのがワンピースなんですよ。じゃあワンピース その出てくる敵たちっていうのは、その島とか国とかにいるけど、その次々に強くなってくっていうわけじゃないんです、はい、わけじゃないんです。その場にやっぱいた敵っていうことなんだ。いたし、でしっかりその筋が通ってるしっていうのを、その10冊単位でやってくれてるし、しかもそれは10冊単位でやってるだけじゃやってて、それが並んでるわけじゃなくて、この100巻にして全てが串刺しになってつながってたというのが判明してるんですよ。それ判明したのが最近でしたっけ？最近なんだ。ああ。ただその50巻あたりで兆しはあった。なるほど。兆しはあったし、ファンは信じてた。はいはいはい。信じ続けてたけど、あまりにもその証明するものが少ないから、空島でやめたわっていう人間たちを説得するには至られなかった。なるほど。しかし、ここに来て、これ本当に通常の人間では考えられなくないですか？だって。まあみんなそう言ってますよね。だって100巻分の内容を、若干21歳で連載始めた人が最初から考えて作ってるわけねえだろって思うでしょ。でも本当だったんだっていうのが100巻で分かったんですよ。でそれをどん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 証明し続けてる。もうボロ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 、もうその新事実っていうよりも全てが繋がっていたという証明がボロボロ出てきて、もうこれは絶対に最後が本当に面白くなるっていうのが証明してくれてるんですよ。そんだけ上げたハードルは大丈夫なんですかね。絶対大丈夫。へえ。絶対大丈夫って言い切っちゃう。もうあえて。夢落ちはないですか。夢落ちはない。ない。だからこれがやっぱ最初に言ったお宝はあったんだっていうのがここに集約されてるんですよ。そう。だから50巻で50巻あたりで宝の地図が見つかるんですよ。おお。それが頂上戦争編。おお。で、読者の気持ちとしてね。おお。で、その後、ずっと読み続けて、面白いんですよ。途中の冒険だと面白いの。おお。それ100巻にして、あったんだ、本当にって言って、おお。だからみんなもう胸張って自信満々に、頼むから読んでくれって言ってるの。なるほど。あるんだから。で、きっと、この面白さは、ただオンタイムで、
読んでたっていうのじゃない人でも、はい、一気に読んだ人でもきっと伝わると信じてる、うん、だから読んでほしいの。なるほど。だからはあるから、だから読んで、じゃあこのペースでいくとですけど、はい、150巻ぐらいで宝箱のこう置いてあったこう砂の跡みたいなのが見つかって、そうですね、200巻ぐらいで空の宝箱が見つかってだからそこまでいかないって言ってるからさ、ね、和田先生が、作家先生が250巻ぐらいで壊れた蝶つがいが見つかってみたいなそんなその最後からじゃないんだからそんな無限地獄みたいなことはない近づいてます。だから読んでくれって言ってんの。近づいてはいるんですか。近づいてるから言ってんの。今入ってもまた20年ぐらい、また大丈夫だから、近づいてる感じはするんですか。ここはさすがに大丈夫。あ、そう。だから読んでほしいってことです。わかりました。だからぜひこの楽しみは、うん、多分ね、今後一生できないと思う、こんな体験。あ、そうか。なるほどね。こんな漫画は今後一切生まれないし、へー、今後一生同じような経験は他の漫画ではできない。漫画じゃなくても、でも唯一無二の体験として、うん、もうね、人生として、なるほど、人生の一つの体験として、うん、この他に変えがたい体験をぜひしていただきたい。わかりました。この当てどない宝探し、当てどないのよ。当てどないように見えても、はい、でも道中が面白いんですよ、うん、道中が楽しいんですよ、それだけで。そのね、ちょっとだけ、もうこれも怒られるかもしれないんだけど、あれあのね、絵が僕どっちかっていうとこうリアリズムの絵の方が目にスッと入ってきやすいというか、かなりデフォルメが効いてる絵じゃないですか、はいはいはい、で線が全部太いというか、あでね、あのね、コマごとにここはあれどうなってるんだろうみたいなのにちょっと時間かかるんですよ、はい、だからただでさえ漫画読むのかなり遅い方なんですけど、はいはいはい、ワンピース一冊読むのに1時間以上かかっちゃうんですよ、はははマジで。はいはいはい、これってちょっと早くする方法とかないですか。セリフだけ読んでも大丈夫とかある。非常にニッチな悩みですね。そうかな。でもかなり特殊な絵だと思いますよ。でもちょっと小田さんの、ちなみに、うん、小田さんの特殊な絵っていうのは非常に鋭いこと言ってて、うん、小田さんってあれ戦略的にあの絵にしたって言ってるんですよ。絵柄を作ったんだ。そう、絵柄はあれはもう自分でも変な絵だって言ってるんですよ、うん、そうですよね。そう、でもそれが誰もジャンプ漫画で描いたことのない目を描こうとしたんですって、うん、目がどんなだったかも。それを分析していった結果、うん、あの絵柄になったっていう、誰も描いてないような絵柄っていうのだから独特だっていうのは分かります。なるほど。まあ極端な話、うん、文字だけでも大丈夫、うん、分かるっちゃ分かる、うん、逆に言うと文字で表現されてるのも、うん、ワンピースの特徴の一つかもしれない。ドンみたいなやつ。どんで、どんで、その、擬音じゃなくて、その、ワンピースの登場人物が登場した時に後ろに出るドンじゃなくて。巨大な、はいはいはい、仮想大象だったら大変だろうな、みたいな。大変だろうな、みたいな。大変だろうな、みたいな大きさ。具現化して出てきてるわけじゃないから。じゃ本物じゃないから。次の瞬間消えるやつ。概念違う違う。そう。だから、それ、じゃなくて、セリフとかも。そう、セリフとかで、うん、だから、ロジックで作ってるって言ったじゃないですか。はい、やっぱロジックだから、はい、やっぱ文字だけで読んでももちろん面白いし、うん、それだけで意味が分かるようにできてると僕は思ってます。なるほど。なんかね、苦手な要素とかあるかもしれない、うん、結構ね僕はそうなんですよ、うん、あるかもしれないけど、うん、こんなのね世界に一つしかないんですよ。確かに言われてみればなんかもうそれは納得してきたかもしれない。僕も替えが効くんだったら他のものを勧めたい。例えばおすすめの映画とかあるかって聞かれたりすることありますよね、はい、多分、はい、そういう時ってやっぱりいろいろ知ってると、うん、その人に合うものをおすすめしたくなりませんか。そうですね、都度都度変えたい。そうそう、変えたいし、うん、やっぱり万人に受けるものなんてない、うん、絶対はないと思ってる、はい、僕もそれはその通りなんですけど、はい、ただワンピースはこれに変わるものが一個も見えたくない。うーん、なるほど。こんなものは他に一つとないからこそ、うん、今読むべきって言ってます。わかりました。じゃあ次にここに来る、はい、もう一回収録に来る時までの間に、何巻までかは分かんないけど、はい、何巻かは読んできて、はい、そこまででのネタバレでまた喋りましょう。ああ、いいですね。だから、それやっていきましょうか、じゃあ。それやってって、ワンピース追いつく絵の道。はい。だから今話した、はい、その10冊程度の、うん、区切りでやってみましょうか。うん、
もしかしたら次僕のボキャブラリーがコビーとアルビダしか増えてない可能性もありますけど、はい、いやまあまあ、まあ、それまあまあ読んでくださいよそこは。読みますよ。そこ読んでください。だから1巻から、はい、12巻まで読んでください。12か、12時間はかかりますよ僕は。いやだからそこで、うん、じゃあもういいですよ、うん、あの大体わかればいいと。だから大体わかればいいという気持ちで、はい、それ30分で読むっていうのにやってみてください、はい、パパパッとパパパッと読んでみてください。あの頃のまだコンビニで漫画にテープがついてなかった、はい、お金がなかった頃、はい、立ち読みで、はい、死ぬ気で目真っ赤にして、はいはいはい、ね、その気持ちでその時の方が読むの早かったですね、はい、絶対ね。そういう気持ちで一回読んでみてください、うん、まずは読んでみることが大事なんで。確かにな、覚えてないもんな。そうまずは読んでみてください。だってアラバスタ編ね。だってね、アラバスタ編、いや、あのいい、これは仲間集め編です。あ、ちょっと覚えてるな。でも俺そのナミとか敵でしょ最初。まあまあ、ちょっと、だから、ちょっと専門用語が出てきたあたりで、この辺で締めましょうよ。この辺で締めましょう。だから、あの、思い出してきたぞ。聞いてる人も、それからワンピースを読んだけど忘れたっていう人も、あの、できればこれを聞いた上で、12巻まで読んでみてください。一旦ね。はい。で、次のこの動画とポッドキャストの更新をお待ちくださいということでございます。はい。よろしくお願いします。無限まやかしは YouTube とポッドキャストで配信しております。はい。フォローなどよろしくお願いします。大島康幸でした。高野美奈でした。ありがとうございました。